こんにちは長山です。こんにちはクリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー寒いですね。寒いですね。今週は、うん、何年に一度の寒波が来るとかで、うん、ね、本当かどうかわかんないです。ロシアの方ではマイナス六十度とか、マイナス六十度？うん。 本当かなやばいですね。<laughs> そ<う>いやわかんない、1週間ぐらい前の記事だと、ロシアの局と、まあ、ロシアの中でも寒いところですけど、マイナス50度とか記録したって書いて、マイナス50度ってもう全然、うん、想像つかないですよね。なんか世界で最も暑い年、寒い年ってのがあるらしいですよ。ヤん。やっくーつく。で、4日前に、零下62.7度を記録。その そこに住む意味は何なんですかね <laughs> 生まれたからそこにうん何でしょうね建物がねあのちゃんとあったか中があったかかったらまあ別に住めるんでしょうけどでもまあ外に出ないってわけにもいかないじゃないですかいかないからねなんか写真が写真っていうかその街の写真がありますけど普通にその店頭に,に魚がいっぱい並んでますけど 全部凍ってますね当たり前だけど<ー>冷凍庫の中で商売してる感じもうでも生まれてずっとそこにいるからあなんか今日寒いねみたいな感じなんですかねあマイナス50度だわってそりゃ寒いわみたいなうんわかんねまあまあまあ寒いまあだからそれに比べるとね <laughs> それに <laughs> 比べなくてもいいんだけど、<laughs> それに比べてたらいろんな問題が一気に解決しそうですけど、確かに、まあ、でもなんかその寒波が来るらしいんでね、うん、皆さんもぜひともちょっとあの風とかね、ひかないように、そうですね、こういう時はね、あったかくするっていうのを、あれですね、うん、しなきゃ、ね、いけないと思いますけど、はい、長山さん最近どうですか最近は、えっと、1月の,この中旬っていうのは、僕、何回かこう、 おっさん FM でも話してますけど、放送外大学という大学にの学生もやってまして、はいはいはい。で、この時期がちょうど単位認定試験といって,って、試験期間はい。そこの試験で、まあ成績と単位が決まるみたいな感じなんですよ。で、放送大学は特性上その授業態度みたいなとか細かなレポートみたいなというよりは、この最後のテストの点数っていうのが 成績に関わってくるんでまあ単位がもらえればね、まあ、一応卒業できるんですけどもうん、うん、まあちょっとこう緊張感がある試験なんですよ。で今回は7科目取ってるんで7つ試験がございましてどうですか、うん、以前はコロナの関係でなんすか会場試験ではなく、まあ、ネットで試験を受けられるって形になったんですね。 ただその9五次第の仕組みだったのかどうかわかんないですけどもそのもう時間制限とかもなく<う>なので持ち込みもかって感じだったのでまあ実質何か頑張っていろいろ調べまくったら満点に近いものが取れるみたいな感じだったんですけどもさすがにそれはっていうのもあり、うん、前回の試験から、えー、試験時間が50分。 会場,し会場で試験をしてたのと同じ長さですね50分っていう風に時間が切られるようになったっていうのが最近の変化ですね。うん、なので50分なんですけども一応今もう1科目で最後、まあ、今回の7科目終わるんですけども1つ残してるのが情報理論の授業のやつの試験残してて<お>これが結構いろんな計算が入ってくるんで試験の中に過去も見ると。 でその計算をしなきゃいけないっていうのがあってそれのちょっと時間がね足りるかなっていうのが不安でちょっと過去問のパターンを今精査して <laughs> あの、うん、証明とか公式リストアップして、うん、あ素早く式に当てはめて計算できるように準備し,してたところです <laughs> 当たり前の感想ですけどめっちゃ学生してますねそうですねそういうの試験体積的な意味でも学生っぽいですね。やってましたよ はいはいはい、うん、えー、あれなんか永山さん映像系の授業も撮るって言ってた,ったっあ,あ授業えそそそれは結構前に映像のやつも撮りました、ね。前の話か。うんうんうんそっかそっか。えー、あれは面白かった。それは、うん、あの試験はそんなに難しくない感じで,うん、うん、で授業自体もその放送大学の教材の中で一本のまあ、簡単な、まあ、ドラマのワンシーンみたいなのを撮るみたいな。 あそうでもそ,その中でも<ー>ねいくらワンシーンといえども脚本とか、うん、カメラとか照明とか音声とか、うんまあ、あらゆることが関わってくるんで、まあ、カット割り編集とかねなのでその数秒数十秒の映像のなを通していろんなことを学ぶみたいな感じで大変勉強になりますねすごいななんか当たり前ですが勉強ちゃんとしてますね え,手応えはどうっとね他かの科目はうん比較的まあ言葉の意味とか言葉の説明が問題になるみたいな感じなのでうん、うん、教科書に当たれば基本的には回答が導かれるっていうタイプなのでうん、うん、そんなになじですかね情報理論はまちょっとぶっちゃけ部分的にも全然わかんないエントロピー情報 通信容量がどうとかなんかそういうのが、うん、<laughs> もうそれを求めようみたいなのも対数の計算がすげえたくさん出てくるんでわ <laughs> か,かんねいこれなんだこれっていうのがあたくさんあります。え面白いななるほどね。でもなんかいいですねこうね自分でこう勉強したい科目,科目というかそれを選択して勉強して試験を受けてっていう周期があるのがね、うん、いい。 結構放送電学、うん、心理学の授業が充実していて、うん、心理学コースを卒業するとなんか認定心理師の資格試験を受ける資格が取れるのかな,なんかそういうくらい心理学にちょっと力が入っていてなので心理学系の授業なんかは結構面白いですね心理学かうんおお なるほどそれも心理学のやつはいろんなパ,いろんなパターンってそのいろんな角度のそう今回はね危機の心理学っていうなんか危険な状態に置かれた場合とかねどういう危機を回避するかリスクとかそういったものを人がどう感じるかみたいな心理学っていうのと、まあ、家族とか集団の心理学っていうのをと,とってなんかこうねなんだっけ囚人実験みたいな囚人と刑務官に分かれてやったらうん、うん、なんかを 刑務官の人が過剰にその暴力を働いたりしまうとかなんかそういうのは実験とか聞いたことあるじゃないですかありますね、うんとか何とかって、ね、そうそう愛ま、うん、なんとかとかなんかそういうやつが出てくる、うん、出てくるような感じなので読み物として普通に面白いですねうん,うんい,やいいですねこれはじゃあもう結果がね結果がいつ分かるんですかこれって結果はもう1か月後ぐらいかな1か月後ぐらい、うん、ほうほうほういやいいじゃないですかはい いやあの我が家では次男が高校受験なんですよ。おそっちのが緊張がありますね。のね塾の,あのテストがあって公開テストっていうその模試、うん、<何>みたいなやつ。で、うん、最後の模試なのかな今回がその受,受験を前にした。で模試が終わった段階では「いや今回は結構できたわ」みたいな最後の模試で結構手応えあったわっつって言ってたんだけどうん、うん、この間結果返ってきたら。 どうやったって聞いたら「いやそうでもなかった」「<laughs> <laughs> そうでもなかったんかい」っていうね <laughs> そうでもなかったわって言ってましたけど <laughs> 変ですねいや高校受験かかここ事件ありますよ、うん、なんか手応えあるなって思った時に限って蓋を開けてみるとってね、うん、ありますね自信がなかった時に限って、うん、あ意外といいぞってうねうんポッドキャストも一緒ですね ポンドキャストも一緒に確かにこれは結構面白かったぞっていう時に限って無風っていうねあるあるあるわなるほどまあじゃあその試験があるそうそうなんだけども試験があったにもかかわらずまあ自転車で山にも行きまあしょうがないですよそれも習慣ですからね永山さんの運動のね日曜日にちょっといつも行ってるところから少し離れたところの うん、僕の中では少し難易度が高い方のお山の方に遊びに行ってうん、うん、でまちま天気も良かったからかな何人かの人に会って何て言うんですかねこういうルートルートっていうかねライン取りっていうんですけどうん、うん、その一つのこう坂道を降りてくるにもまあいろんな降り方があると。はははいはい、はい まっすぐ降りてくるもいいしジグザグに降りてくるもいいしみたいなのがあって、うん、でまあ多分全然分かんないと思うんですけどかっこいい降り方みたいなものとかねあそこをそう攻め,攻めるんだすごいみたいなのがあるんですよねでまあそれでそういうのちょっと教えてもらって練習したりとかしててで最後に「じゃあいざ帰るぞ」って言って、うん、あ帰り始めたところであの後輪からプシュッと音がしてってほう であこれはと思って降りてみたらパンクですよ。あら。後輪が。一年もうすぐ一年経つんですけども初めてパンクしましたね。なんかなんか踏んづけちゃったとか石とかその多分マウンテンバイクのパンクの原因はリム打ちって言ってそのホイールとホイール何かをこう硬いものとか踏んづけた時にホイールとチューブを挟んだ形になって。うん で空気圧があんまりを低くしてるとそれがんですかねガチンと岩とチューブとホイールが挟まってそれで穴が開いちゃうみたいなケースでまあ今回多分そう,ですそうっぽかったですねリム打ちってよく言うんですけどもで普段パンク修理セットを一応持ち歩いてるんですけどもその日に限ってないっていうやつですね忘れてたっていうやつで <laughs> いつも持ってってんのにね、うん の日限っっっって行ってて持行なかったなるほどえでもその山でパンクしちゃってパンクセットなかったらどうするんですかだからもうそっから大変でしたよ。もう持って降りる。うん、まあ片方はあの前輪は使えるんで前輪後輪だけ持ち上げて、うん、でまあそんなに山深いところまでは行ってなかったので、うん、まあそれ,それでも <laughs> あなんか割と急な坂を下りたりとかして。えー 大変じゃないですか。うん、で、途中で、えー、ちょっと妻、お出かけしてたんですけども、妻に電話してパンクしてしまって、うん、まあ、歩いて帰ると、多分結構時間かかるから、なんかいいタイミングで迎えに来てほしいってお願いして、うんうん。来ていてもらって、うん。で、車乗せて帰ってきたみたいな感じですね。へ、えー、はい。なので、その夜はハーゲン,ーゲンダッツを買って、おわびにですね。<laughs> でまあパンク自分で,で,自分で今回、まあ、パンク修理というかチューブを交換したんですけども考えてみたら僕パンク直したとことが今までなかったなと思って <laughs> 修理キット持ってたのはいいんだけども別に直せるのかどうかっていうのがよく分かってなかったなっていうのがあったのとチューブ交換するのも生まれて2回目ってことかだったんでうん、うん、結構宿泊しながらやってこういうのはちゃんとやっぱり事前に練習しとかないとダメだなっていうのは思いましたね。 な生地逆に持っていってると、ね、それで修理しようっつったときに、あれあれってなって、時間、余計に食っちゃうとか、ね、バラバラに分解したのはいいけど、もう全然なんか、<laughs> いっちもたちもいかなかったってな,なっちゃうと、楽しい感じがありますけど、ただまあ、パンク,クレーはなんか勘でもできるなって感じでした。あ、本当ですか、うんお。でも確かにありそう、その、長山さんの,のパンクみたいに、その準備してて、いざという時のために。うん なんだけどそのいざという時のために準備してるやつをどう使うかの練習を全くしてないことって結構ある,あるなとああでもそういうのねなんかその防災ットみたいな自分で作っとくのはいいけど実は浄水器の使い方全然分かってなかったとかねあるあるなるほどねまあ避難訓練みたいなってやつはや,やっぱ大事なんだねそういうのねうなるほどパンク修理はちょっとまた改めて練習しようと思って。 はいはいはい、はいうん、思いましたまあ年に1回だったけど、うん、まあでもね確率ねまた別に来週前のタイヤパンクする可能性だってあるわけだから確かに確かにえー、パンク修理やったことないなでもなんとなくパンク修理できる人はすごく自転車上級者っていうイメージだけあります <laughs> <laughs> なんとなく、うん、結構会社の人も自転車好きな人は、うん やっぱりこうパンクしたけど修理したみたいなエピソードを一つ二つ持ってらっしゃる気がするな。パンク修理でも時間かかったら、ね、別に車で迎えに来てもらった方が早いんじゃんって一瞬思ってたこともあったんですけども <laughs>、うん、今回体験して圧倒的に直した方がパンク修理した方が早いし体力とかねたまたま僕そんなに山奥行ってなかったけどこれがもっと全然入ってたら。 2倍3倍以上もしかしたら時間効かないですからね歩いてくると確かに、ねうん、そう考えるとあの修理、うん、その時間かかってだろうが修理をした方が良い良いのか、うん、ちなみにそのパンクしないタイヤみたいなのってあるんですか一応今はチューブレスって言ってあ前なんか言ってましたっけチューブレスそうソンムーさんとかちょろっと言ってたから、うん、チューブないんですよ今え<ー>、うん、で中にね液体が入ってて 穴が開くとその液体がそこから噴き出すことによってそこを固めて穴を塞ぐっていうことをしてくれるんですよ。んなんでそのパンク塞ぐ液みたいなのが入っててシーラントっていうのが。でそれでまあ大きくない穴開きだったらそれでもう自動的に塞いでくれるみたいな。うんいうものが割と主流になりそのスポーツバイクというかその競技系の自転車では主流になりつつあるみたいですね。うん、うん まあでもマウンテンバイクとかかかには向なないのかなそマウンテンテバイクもまあ結構意見が分かれるみたいですね。うん、そのチューブレスにしたけども、うん、マウンテンバイクの場合は結構穴が大きいから全然ダメだっていう人で,でそうなっちゃうと替えのチ,ューブチューブの場合は替えのチューブとか持っていけるじゃないですかとかパンク修理キットで直せるんですけどもチューブレスだともうどうしようもないんですよね。確かに、うん なので、上調性がなくなっちゃうって考える人もいれば、うん,うん、なんかそこ,、ま、そ,れそこまでいかない予防の方が大事だっていうとか、あとまあ軽くなるんで少し、そういう軽量さのがメリットだっていうのがあって、んなんかマウンテンバイクでは意見が分かれることがあ,りあるみたいですね。し<ー>、うん、かし、山の中でパンクして自転車を押して降りなきゃいけないとか、もう地獄。 だな僕から僕だったらもう絶望してそこに居 <laughs> 座るんじゃないだろうかまあ僕もそのプシューととなってる間はすげえ絶望してる顔しました、うん、<laughs> あーみたいな感じですか、うん、僕の気持ちもプシューでしたその空気が抜けた状態で乗るとやっぱ壊れちゃうんですよね自転車ってそうですねそのホイールがねカタカタカタまあ、ね、まあもう完全にホイールも捨てるっていう、うん、なくなってもいいっていうんだったらそれでも うん、緊急事態とかあったらあるかもしれないですけども、まあ、まあもう完全に多分ダメになると思います。うん、ダメになっちゃうな、ね、なくんでね本当自転車ってす,すごいなんですかね危,危ういというかうん、うん、もう穴が開いて空気抜けただけで全然その自転車としての役割を果たせなくなっちゃうわけですよ。<laughs> 確かにね、たったそれだけでね。確かにね。うん、確かに。そう言われればうん。 だだからこれなんんっって思っちゃうんですね <laughs> 今までさ、うん、もうスピ,スピード出してバベベって走ってきたりとかしてさワーとかやってたのがさもうシューってなった瞬間にさもうポツンですよもう微動だにできないみたいな <laughs> なんだこの鉄の塊みたいな感じになってそのなんかこうそれが不思議の感覚を味わいながら山を降りてきましたね。 まあ道具ってそういういものなんですかね構造がね、うん、やっぱりシンプルな分うん、うん、その一箇所が壊れるともうその役割を果たすことができなくなるみたいななるほど、ねうん、そういうもんなんだなと、うんうん、なんでやっぱりそういうメンテナンスを自分でする力っていうのもやっぱ大事だなというふうに思った次第でございますで,もでもまあねパンクしたけどちゃんと降りれて降りて帰ってこれてよかったですね,今,ですね今回はまあブラッキーだと思うんでちょっと次回からきちんと修理できる環境を忘れないように。うん 確かに。はい、で、僕の方かなの話ですけども、うん、先週お話をしていました、ドクターキャピタルのライブ。行ってきた。行ってきました。おお<ー>。行ってまいりました。どうでしたライブ。いやー、ドクターキャピタル最高でしたね。えー、あのまあ、あの場所がですね、京都文ョっていう。 あの老舗のライブハウス京都では、うん、古くからあるところですよね古くからあるところらしいんですけどまあ僕も前はね何度も通ったことがあってあっ何だここなんか人がたまに並んでんなえライブハウスなのかなぐらいの認識だったんですけどまあ今回初めて行ってあこんなライブハウスが家の近くにあったんだと思って京都だってなんか結構他にもありますよねなんかまあ老舗ライブハウスね <laughs> たくさんありますよねありますねで 今回は「エレキレストラン123」っていうタイトルでなんかその京都文ョがやってる「エレキレストラン」っていう対バン企画というかうん、うん、複数バンドが出て、まあ、レストランなんで、まあ、メニューをお,お,お出ししてお腹いっぱい、えー、こう音楽をお腹いっぱいにして帰ってくださいみたいなそういう企画の123回目ですよ。<laughs> <laughs> すごくないですか ?123 回目ってすごい。<laughs> 長寿企画ですね。長寿企画だよね。うん、で、オープニングがねあ、今回3つバンドが出てまして、オープニングが、えー、京都の大学生の5人組のバンドの、まるで虎、サレドネコっていう。うーん、面白い名前。面白い名前でしょ。うん、で、まあね、すごい、えーまあ、女性ボーカルで、えー、曲もね、割と今っぽい感じというか、途中で転調とかあったりとか、結構、あの、 テクイ感感じじですかねああテクイ感じ最近最近こういう曲、まあ、最近こういうい曲っていうかその曲調が割とこうちょっと違うかもしれないけどボカ,ロボカロというかボカロ風の曲に近いというかな感じでまあ結構ねあのかっこいいんですよ。うんうん、かっこいいけど、まあ、ちょっとおじさんはやっぱ乗り方が難しいなと思って <laughs> うんあ。でもあの僕は好きなんで聴こうと思いますけど今後も。 はい、まあ結構その初見だと難しかったですね。あ,あク,リクリスさんのポジション的ところ僕のポジション的には。うんうん、ただまあ結構お客さんでも、このバンド目当てで来てる方もいらっしゃって。ああ、本当に。へえ。うん、あのすごい良かったですね。で、続いて、ザ・ビート・モーターズっていうバンドで。<お>これはね、40歳、40代のスリーピースバンドですよ。おっ、渋いすね。渋いでしょ。いいねうん、ギター,ギターボーカルの人と。 あととベーーススドラムのピ、うん、これはね良かった。あ<ー>これはね良かったよ。あのまあちょっと、うん、エレカシーみたいな感じうーんで結構熱く歌い上げる系の音圧がすごい。まあ多分この日の3つのバンドの中で一番音がでかくて3ピースでさっきの,その最初のオープニング楽というかもうその楽器の数減ってるんだけど音の迫力はこの。 ザ・ビート・モーザーやっぱキャリアがあるのかわかんないですけど、確かね、ンンねそう最初のね5人組バンドはこれからのバンドなんで、うん、あの覚えて帰ってってくださいみたいな感じで若々しい感じのバンドですけど、まあ、この、ね、2番手ともらうと、まあ、40代で、まあ、やっぱこう、すごい会社の,、ね、あの好きな人に聞いたら結構すごい昔からあの有名ですよっていう、昔サマソニーとかにも出たことがあるようなねバンドらしくて、えー、あのやっぱこう、渋い感じですよね。うん こうちょっとこう、いやもう40になっちゃって、ちょっと体がみたいな感じの,その <laughs> MC もあったりして、<laughs> そういう時にさ、ちょっとね、ふと我に返ったんですけど、いや、体もう40になっちゃってっていう時に、いや、俺もう44なんだよなって思っちゃったんですよねああ。ああ年下かって、ちょっと一瞬、<laughs> <laughs> のこのバンドの方々も年下なのかってちょっと一瞬思っちゃったっていうのはありますけど。<ー>でまあこのバンドもよくて まあこれもあのリンク貼っとくんで、気になる方はぜひとも聞いてほしいんですけど、うん、で、最後に、三番目に登場したのが、ドクター・キャピタル、えー、カイル・クレーンという、YouTuber のドクター・キャピタルさんが、アコギを持ってボーカルして、で、ドラムの方がね、カイル・クレーンさんっていう、ゲストでやってきてて、アメリカから。ドクター・キャピタルが今、日本に住んでるらしいんですよ。あ、そうなんですかうん。だから2年前から大阪に住んでるんだって、えー。へー コロナ禍の中でそれまではアメリカだったみたいですけど。はい、へ<ー>だから今回そのアメリカからカイル・クレーンさんがやってきて、まあ、ドラムとギター、まあ、要はその全体の進行としては、5人のバンドから3人になり、最後2人になるっあ、だんだん人が減ってくっていう。だんだんと人が減っていくんだけど、ちょっと渋くなっていく感じですよね。で、まあその、ドクターキャ t a l さんの曲もやったり、えー、カイル・クレーンさんの曲もやったり。 あとそのカバーでサカナクションの忘れられないのとか、うん、あとルージョの伝言やったりとかユーミンのしてるんですけど、まあ、ドラマドラモの方がめちゃめちゃうまくてうんめっちゃうめえなと思ってたんだけどなんか聞いたらセッションっていう映画ご存知ですか永山さんセッションうんなんかジャズドラ,ムドラマ、まあ、学校で音楽の学校で そのジャズドラマが鬼教官に仕事かれるみたいな。何年か前に話題になったやつ。すごく。ドラマのやつ。そうそうそう。あの,あの映画の中で、超絶ドラム叩くパートを吹き替えてた方なんですよね。あその音の方を担当してた。音というか、あと手元か、そのドラムを叩くとか手元とか、やっぱ映画でも手元を映すときに、役者の方だと難しいところとかを吹き替えるんですよね、そのプロの方が。そこをやられてたみたいな。うんうん、へえすげえ。 すごいよそのルージュの伝言とかでドラムソロ途中で入るんですけどもうもうしびれまくりましたねな,なんだこ,のこれはみたいなルージュの伝言にドラムソロドラムソロ入ってんだってましたかっこいいやつすごい良かったですね<ー>うんなんでまあなんかすごい僕このライブハウスでこういうこのぐらいの箱なんか全部で入ってまあ今回、ね、コロナ禍でねお客さん同士は密着せずに スペース空けて、何人ぐらい入ったんだろうな、そこ。何十人か。五、六十人ぐらい入ってんのかな。うんうん、っていうところでしたけど、ああいう箱で見たのは結構割と初めてだったかもしれないんで、結構いい経験でしたね。で、最後、あの、ね、だこれで CD 買って、サインしてもらって、うんうん、あの、クリスって言うんです、みたいな。あの、サインに名前書いてください、みたいな感じで <laughs> 言って <laughs>。 の ch の方で大丈夫ですってって chr.as って書いてもらって一緒に写真撮って帰ってきましたね、うんいや。ブログの方に一緒に写真撮って。はい、なんです。写真も撮って。はい。帰ってまいりました。はい。っていうので、まあ、ぜひともちょっと皆さんあの、このクレーンさんはドクターキャピタルの YouTube チャンネルでも何曲かやってるんで、まあ、気になる方はぜひとも見てみて。あの動画見る限りそんなにすごい人なんだとは思わないんだけど、 やっぱプレ,プレ演奏はすすごいですねうーん、うん、7時から始まって、まあ、6時7時ちょっと前に入って終わったのが10時ぐらいだったんですよ3時間ずっと立ちっぱなしでさああそうですよねはいライブハウスってそうだ確かに最近行ってないから忘れてたけど <laughs> もう最後足がぶっ壊れるかと思ってた <laughs> 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 もうちょっとなんか途中で座りてーとか思ったりして うん、座りてえとか思ったけどちょっとしんどかったしあとまあ途中で入ってきたそのドクターキャピタル目当てのまあちょっと我々と同世代からちょっと年上のお姉様方なのかな、うん、3人組ぐらいが僕の前にファファファ,ファってこう歩いてきて走ってきてこう陣取ってましたけどその曲が始まると「あこれ,こ,れこの曲やるって言ってたでしょ」みたいな感じでこうキャピキャピ今日喋っててすごい楽しそうだなと思って <laughs>。 1> 僕一人で行ってたんでなんか誰かと来てもよかったなとちょっと思いましたねはい確かにもライブハウスって最近めっきり行かないですね中山さん結構行ってました昔はライブハウスうんだそれこそパフュームとかライブハウスやってたからあそうか、うん、パフュームとかアイドルねうん、うん、<laughs> アイドルがそれこそ本当にちっちゃいところだと20人とか30人ぐらいのところとかうん、うん もありました、ね、ちょっとライブのどこだか場所忘れちゃったけど。東京行ったところは、まあ、別に Perfume に限らずちょこちょこ友達の友達がとかっていうのもあったりしたのでライブハウス行くっていうのはありましたね。京都来てからはでも確かに京都クラブはちょこちょこ行ってたけどクラブもライブハウスもちょっと境界が微妙ですねあの京都はね。<ー>メトロとかは別にライブバンバンンやるし<ー> でも普通にクラブとしても営業してるしみたいな感じだからうん、うん、ライブで行くってことも多々あったあったからまあ行ってはいたよな当時は朝まで遊んでたけど、うん、今は多分もう足がぶっ壊れてしまうんだろうな足ぶっ壊れましたよ <laughs> 本当に <laughs> まあなんかあのドクターキャピタル大阪らしいんでまた京都にね来ることもあるでしょうからまあ中山さんよかったら今度そうですね今度ね一緒に、ね、一緒に、うんうん、行ってみるとかでも。 いいな面白そうであの今日ちょっとドラマの話をしたくていくつか持ってきてるんですよ<お>えー、最近このコンクールっていうんですか今,今期今期ドラマを見ていくつか見てるんですけど、うん、ちょっと今から話すあらすじというか説明させていただきますとはいはいえ それが原因でこう妻と子と別居していた刑事が、巨大建造物の中にいるときに、テロリストの事件に巻き込まれて、その中に人質が取られちゃうわけですよね、その建造物の中に、うん。で外にいる警察とこう無線で連絡を取り合いながら、事件を解決しようとするんだけど、テロリストの人質の中に自分の妻がいて、それがテロリストにバレちゃってあ<ー>、でそれをネタにこう呼び出されて対決するっていうお。お答えは大ハード。<laughs> ダイハードですよね、これね、完全にえ。今ドラマでダイハードやってるんですかドラマのいや、ドラマでダイハードはやってないんですけど、<laughs> これ、あの、えー、日テレがやってる、大病院選挙っていう、あの、ドラマなんですよ。うん、はい。大病院、あ大、大、本間や。今気づいたけど大,大ドット病院選挙 <laughs> 大,ド大ドット病院選挙みた <laughs> いな <laughs> ハード、ダイハードみたいな。 大といやもうほんとねいやまあ多分狙ってるとは思うんですよあの多分意図的にやってるとは思うんですけどすごいここまでやるから <laughs> 意図的なんだ、うんまあ、要は病院の中にその閉じ込められ、まあ、そのテロリストが来てでこうやってるんですよねでこ今第2話までやってるんですけどこの収録時点で 2>、うん、第2話の時にはその刑事が えこう通気ダクトに入っていってダクトの中を移動するみたいなシーンがあってもう完全にそれじゃんって思っていやもうやばくないですかねまそうなんかねこういやなんかこうなんだろうなこのね感じま多分書いてる人とかも脚本作ってる人とかも多分我々と多分同世代かちょっと年上ぐらいの方だと思いますし 人公ジョン・マークレーンって名前ではないジョン・マークレーンっていう名前ではないですね。でもただ、大病院選挙の代は多分、大ハードの代とかかってますよね。<laughs> ねだってね別に代いらないじゃないですか。うん、確かに。ちなみに、あの、うちの子供たちに、あ最初はこれを僕、TVer で見まして、うん、子供たちに、今日大病院選挙っての見たわって言ったら、え、何その、白い巨頭的な話なんて聞かれて。あ,あ、そうそう。そっち、ど、 そっちも追い浮かけますよね。音だけだと。音だけだとね。<laughs> で、これね、面白いのがあの、テロリストたちが10人いるんですよ。うん、で、みんな鬼の目をかぶってんの。なんかすごい変な。で、今のところ、第2話まで誰が演じてるかが隠されてるんですね。あ素顔が実際にその視聴者にも。 わか,からない。で、声も全部、あの、ちょっとこう、なんていうのあ,あ、ボイスチェンジャーみたいになってるボイスチェンジャーかかってて、わかんないようになってて、多分これが誰なのかが今後、1枚ずつなのか、明かされていくんですよ。で、多分結構有名な俳優がやってるんじゃないのかな。多分だけど。普通にスタッフロールとかに出てたりとかはしないですよね。でねそのスタッフロールも、なんとその、名前が出るところだけモザイクかかってるんですよ。ああ<ー>。丁寧に。なるほど。しかも、色が、その、鬼が全部、青鬼、赤鬼って色がついてるんで。 こう青色のモザイクとか赤色のモザイクとかかかっててなんかこうちょっとそれっぽくなってるんですねそういう仕掛けもあるとただ CG がいかんせんちょっとこうやっぱ限界があるというかまあ日本のドラマなのでどういうテンションで見ていいか正直わからないんですよ僕はそのアクションシーン的なところの CG ってことアクションシーン的なところの CG 爆発とかが だからこう真剣にこう手に汗握るって感じで見た方がいいのかちょっとおいおいおいっていう,こうツッコミを入れながら見た方がいいのかはちょっと正直わかりません <laughs> <laughs> ツッコミは結構入れたくなる、うん、いやでも最後にねあのジッポーで火つけて飛行機爆発するシーン絶対盛り上がりますから <laughs>、うん、あとなんかクイズとか出されたりしてねあ,<ー>あ,あそこまで走れとか言われたりてね<あー> <laughs> でこなだから元ネタを探すのも面白いかもしれないですね。うん、これはあれじゃんみたいなやつでね、うん。っていう大病院選挙っていうドラマと、うん、もう一つ日テレのドラマなんですけどえっとね「ブラッシュアップ・ライフ」っていうドラマなんですよ。こっちはめっちゃ面白いから見た方がいいと思います。あの大病院選挙見せなくてもいいかけじゃないんだけど <laughs> <laughs> あのどっちかを見る。ど 一応見た方がいいかと言われると僕はブラッシュアップライフを押す。どっちも日テレ。日テレ、えー。日曜日の夜10時半から。えー、第1話から3話で今 TVer で無料配信中ですけど、これはね、めちゃめちゃいいですね。これもだから、あのー、これはね、バカリズムさん、芸人のうん、うん、が脚本を書いているドラマでして、で、この主人公の女性女の子はいるんですけど、 とある、えー、町に住むごくごく普通の30代の、うん、33歳の女性がある時死んでしまうんですね車に轢かれてらでその気が付くとその真っ白い空間にいてそのバカリズムが座ってるんですよ <laughs> めっちゃコント始まりそうなんですね <laughs> でその, <laughs> あの「あんたじゃあのもう死んじゃったんで」つって「そのじゃあ2回目の人生はそのあちらの扉を開けたら次の人生が始まります」 うん、でもそれは「大割食い」ですって言われちゃうんですよね。で「大い食い」はちょっと嫌なんですけどって言ったらじゃあのもう一回やり直すこともできますけどみたいなことも言われてその人生を赤ちゃんから記憶を持ったままやり直すんですよ。で,でその今言ったその死んだシーンって第1話の結構中盤以降ぐらいなんですけど前半で結構その日常生活で。 本当なんか女子トークちょっと面白いバカリズムのコントにありそうな女子トークが結構繰り広げられたりとかしててうん、うん、そこもめっちゃ面白いんですけどそのディテールがそのそこが全部振りになっててあ伏線なんだ伏線になってるんですね昔こんなことあったよねとかっていう一個一個が全部伏線になっててそれをこう回収していくっていうのが第2話ぐらいですかねうんっていうやつでまあすごいねあの面白いんでこれは見てほしいですね 多分テ TVer でも今すごい人気でな、人気なんじゃないかな。うん、バカリズム、脚本書くんですね。最近多いです。あ前、おっさん FM で紹介したかったから。あ、なんか言ってても、いや、僕もなんかかすかに。記憶あります。多分ね、ワウワウかなんかのドラマを一個紹介したような気がするんだよな。まあっていうと、多分マイルドさんあたりがあの何回も聴いてるから、あれじゃないかなっていう。<laughs> 多分とかに書いいいてくれると思いますけど <laughs> いやなんかだってさテレビも出るでしょ <laughs>、うん、でね自分でライブとかもしたりする上に脚本書くってすごいよねすごいい。いつやってんのかなって思いますよね。いや本当にそのなんかその、まあ、別に僕脚本あれですけどもなんかそのテレビ撮影テレビの番組撮影とかってこう華やかな感じでさこうテ,テンションバーッて上がる感じじゃないですか。はい かたや脚本書くってもう完全になんていうんですかねいな仕事じゃないですか内側に向くみたいなうん、うん、その辺のバランスってどれで取ってんのかなってちょっと <laughs> い<や>思いますよね,すね <laughs> まあ本人じゃないかなわかんないですけど確かにめっちゃ多彩ですよね多彩ですよねいやなんかそ,そ,うそういうことを考えるだけでもすげえなって思うっていうことがいい言いたい、うん、はい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 ,、うん、いやバカリズムさん結構いろんな脚本書いてるんですよドラマのうん何個かこれまでも、ね ただ今回のやつは、本当にめっちゃいいと思います。本当ですか、うん、結構、役者も結構豪華だし、うん、しかもその1周目の人生の時に、まあ1周目っていうか1回目で死んじゃうんで、二2回目の人生行くんですけど、うん、別のルートに入るんですよね。その、もともと1周目は市役所で全く一緒じゃないと。と全く一緒じゃないんです。うんうん、市役所で勤めてるんだけど、 その主役2週目はちょっと違うお仕事に就くみたいな感じで、で、これ一応先まであるので、多分何回か、何回かやり,やり直すんじゃないかな、ちょっとまだ分かんないけど。で、多分いろんなこう人生、人間関係が出てくるっていう感じだと思いますね。これでもタイムリープものってねオチがどうなるか気になりますね、やっぱりね、最初の。<laughs> タイムリープもののオチは確か映画で言うとさあの 僕はタイムリープものはやっぱ恋はデジャブがすごい好きなんですよ。前も言ったかもしれませんが。うん、で今回はその「大ハードと「恋はデジャブ」のリメイク的なニュアンスのやつが2つ出てるみたいなね。ななうんまあ恋はデジャブは一日を何度も繰り返してましたけど人生を繰り返すって言いう、ね。人生を。でこれ思ったんですけどその記憶を持ったまま赤ちゃんからやり直すんですよね。うんでまあ、その 子供の頃は結構ナレーションでパンパンパンで進んでいくんですけど、うん、そので、ちょっと面白おかしく、まあ、なんだろう、いきなりこう喋って驚かせないように適度なタイミングで喋り始め、適度なタイミングでこう歩き出したみたいなことを言うんですけど、いや実際よ、実際記憶を持ったまま赤ちゃんに戻ったとして、結構耐えられなくないですか <laughs> いや、めっちゃ僕、多分怖いと思うんですよね。って体動かせないじゃないですか。 動けないね、自由に多分そのうん、うん、自分でその能力の記憶があったとしてもうん、うんね、実際にそういうい筋肉とかね格の形でまで整ってなかったら多分子供目線で今の感覚で抱っこされたら相当高いところに行くから無 <laughs> <laughs> ちゃすんな,みたいな,感じなるしねおむつかとかも深いでしょうし食事もね味しねえじゃんみたいなそう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 。うん そういう部分は全部スキップして面白い部分だけ抽出をしてるんでこれは見てほしいですねご家族でも見れると思いますうんまあ奥様と見てもいいかもしれないこれは僕は何気にこうテレビつけ始めて最初妻何何を見始めたんだろうなって感じでしたけどその主人公の最初の職業は市役所の職員だったことでだいぶこう感情移入して見てましたねうちの妻も市役所に勤めてますんでなるほどね <laughs> はいですね、ぜひともあのチェックの方を皆さんよろしくお願いいたします。はい、TVer で見,見れますんで、はい。で、どうしようかな。この一応しとくか。これずっと <laughs> 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 もう一個ね、すみません。ドラマの話をさせてほしい。パッと終わらせましょう。お、え、い、ー、しい給食。これもうずっと作んね、ずっとネタ帳に。ネタ帳にあって。残り続けてるやつ <laughs>。 今日はいいかいいかって先送り、去年の年末ぐらいからずっと先送りしてましたけど、まあちょっとね、うん、そろそろと思って話しますけど、おいしい給食というドラマがございます。これはですね、新しいドラマではなく、ちょっと前のドラマでございまして、2019年に第一シーズンが公開されてます。で、映画も2本あります。あ、映画にもなってるのはい。 ありましてその後劇場版「おいしい給食ファイナルバトル」という映画がその、まあ、要は,要はそのドラマの11話目みたいな感じなんですかねそのドラマシーズン1の完結編として20年の3月6日に公開をされていてで21年に「お、え、い、ー、しい給食シーズン2」ということで、えー、セカンドシーズンが始まって10話やってで、えー、昨年の5月に劇場版「おいしい給食卒業」という え給食でそんなに広がるんですか <laughs> 思うでしょ。うん、いやこれはね、いや僕もなんか2019年のドラマですけど、なんでノーマークだったんだろうって思うぐらい僕は結構好きなドラマでして。うんうん、あ当時は、当時見,見なかった当時は見てなかった当時は見てなかったんですよ。何気になんか、そういう、なんかずっとあるなと思って、何で見たのかな、最初。UNEXT かな ?UNEXT で見たのかな、うん、あの、 まあ主役がその市原隼人さんっていうあの熱血な役をやらせたら、ピカイチな方で、うん、そ,のその方が市原隼人さんが、あまり田さんっていう給食が大好きな中学校の教師なんですね。で、学校の給食って昔はさ、あの先生も、昔はっていうか、今もだけど、学校の先生も食べるじゃないですか。あ,あ、一緒に暮らすでね。うん。はいはい。で、この先生は家のご飯がすごく美味しくなくて、学校の給食が進もうと食べるのがすごく楽しみになると。<laughs> ははで毎日その給食の表をチェックして「今日の給食はあれだ」って言って「あれをこういうふうに食べれば」っていう,こうも妄想を繰り広げるんですよね。うん、で実際今日給食タイムになったらもうそれをすごい美味しそうにまず食べるんですよ。うん、でクラスに一人変わった神のゴーっていうすごい名前の <laughs> 子がいて <laughs> 神のゴーってすごくないですか <laughs> ゴーですよ。で神野くんが、えー、これシーズン1の話ですけど。 神野君はもうその同じように給食をすごく愛してるんですよね。うん、で毎回その給食をより美味しく食べる方法を考えてその先生にそれを見せつけるように食べるんですよ。ああ一ひ,ひ,ひねり一工夫して食べるそうそうそう一工夫して食べるみたいな。で毎回先生がそれを見て「負けたー!」とかって言って漠然とするみたいな <laughs> まあコメディドラマなんですけど。ああああ 30分弱のドラマで、なんか毎回こうフォーマットがあって、そのね、<れ>今日の給食のメニューが変わっていく。それで、で、その給食のメニューが変わっていくことでいろいろ展開していくっていうふうなあ。あそう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 。ですね。はあはあ、ははそうです、そうです。そういう感じにあ、そういう感じの仕立てになってるという、あの、ドラマなんで、これはちょっと、ね、見てほしいなという感じなんですけど、はい。あの、長山さん給食お好きでした給食好きでした、僕。 好きでした。うん、何が、何が良かったですか給食やっぱカレーかな。カレーかな。なですけどね。カレ,ねカレーと、何フルーツサラダうんうん、うん、うん。ヨーグルトサラダみたいなやつカレーの時に、調子乗ってご飯をバンバンついてたら、足りなくなっちゃって、あのすいません、ご飯が足りないんで、ご飯をちょっとずつ回収させてくださいっていう時にありませんでした。<笑><笑>それな、知らない。え、何そんなことあったんですかえ、そう、ありましたよ、僕。その、ご飯を。 たのクラスのご飯ってあのな,なんだっけこうたでっかいタッパーみたいなでっかいタッパーっていうかはい、はい、でっかいレモンに入っててそれが足りなくなっちゃって最後の一人とかになってでへ<ー>そのさっき継いだ人ちょっとずつ回収させてくださいって回収するんだけどカレーの時とかはさやっぱカレーがついちゃってるんですよねちょっとカレーご飯にうん、うん、辛いねそれで最後の最後のやつはちょっとなんか雑にもらえた感じになっちゃってかわいそうっていうあんまそういう記憶ないっすね 結構米農家が周りに多いような地域だったから米がワンサカあった記憶はありますねあうんあえー、えカレーのほかはなんかこう思い出深い給食はメニューあります何だろうちなみにあれはどうでしたあの揚げパンってありましたありましたよ揚げパンあ,ありました,ましたはい僕ね揚げパン食べたことないんですよね給食のきなこ揚げパンっていうのないんですよ揚げパン食べたことがあないんですかうん だから、ね、よく給食トークでよく出てくる、揚げパン、うんうん、揚げパンみたいな話に、ちょっとついていけないところがありまして。え、それは栗さんの学校がちょったところかなそれとも九州は多分そうだと思いますけどね、うちの学校は学校で作るタイプの給食だったんですけど、まあ、でも米とかパンはね、配達されてましたけど、なかったですね、揚げパンが。揚げパン、まあ、美味しかったけど、うん、やっぱ男子、小学生、中学生から見ると、やっぱ、 ああうんなんでこうね休みがいたりとかして余っておかりができるってなると争奪戦うんじゃんけんでみたいなねはい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 でしたねじゃんけんね余り物揚げパンも外から食っていくか中から食っていくか一気に食っていくかみたいなねえ何パン揚げパン揚げパンを外から食うか揚げてある部分を先向いてって食べるみたいなね 何それえ外側ほら上がってるわけじゃないですか。内側パンなわけですよ。ふかふかの。で、そんなことをしてたの外から食べてね。むきながら食べるそう、剥きながら食べるっていう方法もあるし、逆に中を先に食べて、最後に。中を先に食べる。ふわふわの部分だけほじって食べて、最後に甘いとこを一気に食べるとかね。そういう神のゴーグみたいな一工夫をすることによって。 やっぱりね、起伏が生まれるじゃないですか。<laughs> はいはいはい。メリハリがね、うんうん、まあわかる。うんそ,うね、それによって、こうね一見単調な甘い揚げパンも美味しく食べられるみたいなはいはい、はい。なんかありましたね。僕もね、なんかごくごくたまにプリンが出たんですよ。お<ー>プリンをぐちゃぐちゃに混ぜて飲むっていうのが流行って,てました、ね、ああ<ー>。もう、もったいないことこの上なしですけど。とか、あったあった。えあれはメルメルメル,メル,メル ミルクだっけミルメイクミルメイクかミルメイクだよね、うん、ミルメイクはうちなかったんですよミルメイクは逆についていけないついていけない話題だったああ僕もあんま記憶ないんだよなえそもそも牛乳は紙でしたあの瓶でした、うん、えっとね瓶だったのがか途中で、えっと、四角い紙に変わったのかな四角い紙に変わった、うん、あ僕も四角い紙に僕は最初から四角い紙だったんだよな <laughs> でその瓶は給食当番の牛乳係はもうめっちゃ重い あそうね、じゃないですかなのが紙に変わって非常に楽になったっていう記憶はありますええいやちょっと給食給食とかもっとしたかったなちょっと時間があるからまた今度しましょう給食と <laughs> ちょっと別に改めて給食改めて話を切ってしましょうかそうそうやりましょうかちなみにあの、うん、京都の給食で人気のメニュープリプリ中華炒めご存知ですかいいや知らないですプリプリ中華炒め人気なんですか 京都の小学校では、えっ、ー、とですね、なごみ給食っていう、なごみって和の給食って書く日があって、そこに出てくるプリプリ中華炒め、和,和ちゃうんかいって思いますけど、<laughs> <laughs> 和ちゃうんかいって、いきなり裏切ってくるな <laughs>、うん。でもなんか、一応そのレシピもあの公開されてて、京都市から、オフィシャルに<ー>。プリプリ中華炒めは子どもたちに大人気の献立の一つです。 子なんかプリンセス中学みたいな感じですけどね、プリチュー、ね、<laughs> 名前の由来でもあるように、こんにゃくやうずら卵、しいたけなどでプリプリした食感が楽しめ、ご飯にもよく合う一品ですという。あ中華丼ありましたよね。中華丼、中華丼ありましたね。うん、あったあった。あれ美味しかったから、そういう感じか。そういう感じなんでしょう、きっと。うんうん うずらの卵は確かにテンションが上がる。上がったね。家では出ないもんな、うずらの卵は。うん、あんまり。うん。まず、あ、今度ね、あの、給食の話はしたいので、あの、もし聞いてる方も、ちょっと給食ネタで何か、あの、あったら、ぜひともお便り欲しいです。あ、そうですね。お便りとかね。ツイートとかで。うん、ツイートとかで、あの、うん、こんなのあったよとか、えー、この給食好きでしたがあったら、ぜひとも、うん、あの、いただければ、また今度ちょっとそれをネタにした話したいと思いますので。ぜひいいですね。はい。よろしくお願いいたします。はい。はい ということで、いいお時間になりましたので、今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。はいはい、それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら